では、IDS と IPS についてですね。まず、用語の方を確認しましょう。まず、IDS というところは、侵入検知システムになります。不正なアクセスを検知することまでできます。ただ、検知までで、パケットの破棄などはできないので、その パケットを破棄したい場合、検知したものを破棄したい場合は、破棄できるファイアウォールなどと連携して破棄するような感じになります。一方、IPS というところは、侵入防止システムとして、検知と破棄まで一緒に行えるものになります。それをベースにこちらの問題を見ていきたいと思います。まず IDS、ID 侵入検知システムの方は、シグネチャー型、アノマリー型として、もし検知した場合は、ファイアウォールと連携するというところが書かれています。IPS は、シグネチャー型でもう検知したらその場でパケットを破棄するというところを言われています。さらに、シグネチャー型、アノマリー型というところは、こちらの用語説明で詳しく書かれています。 シグネチャー型は基地の攻撃パターンに基づく情報とマッチングすることによって攻撃を検知し例えばサーバーの基地の脆弱性をついた攻撃を防ぐことができますというところが書かれています一方アノマリー型についてですね RFC のプロトコル仕様などと比較して異常なパケットやトラフィックを分析して何とか的に異常なパケットを攻撃として検知するとなります。こちら、カッコに当てはまる E に当てはまるものは統計的になります。ここで確認しておくところは IDS、IPS の違いとシグネチャ型、アノマリー型の違いというところを押さえておきましょう。